瀬戸康史の動画。はい、では早速ね、もう電源入れちゃう、いきます。はい、これ時計設定してくださいって出てきました。時計設定しなきゃいけないのか。はい、ということで今このレンズつけていろいろテスト撮影をしてみました。ね、はっきり言ってとってもいいです。僕はですね、この GH3 も初めてだし、このオリンパスのレンズも初めてなので、他のものと比較するってことはちょっとできないんですけれども、僕が比較しているのは今撮っている EOS70D とかのそのキャノンの映像とか写真が普段僕見ているので、それとの比較になるんですけれども、いや十分使えます。マイクロフォーサーズはキャノンの例えば EOS70D とかの APS-C サイズっていうセンサーサイズよりもちっちゃいんですけれども、全然十分です。まあ写真も動画も撮ったんですけどね、動画もオートフォーカス自動で聞くし、音も鳴らないし、レンズからすごくいいです。ということでね、まずはね、作例を見ていただくことにしましょう。今ここでね撮っていきます。ファインダーもね、あの評判が良くないっていうのでネットで読んでたんですけど、そんなでもないです。全然見えないってことないです。普通にね綺麗に見えます。いきますよ。はい、チーズ。あ、動画撮っちゃった。あ、動画です。これ動画です。今動画ですね。動画モードになってました。これね。今撮ってます、動画。これね、ピント見てくださいよ。ジャイアンの顔にピント。はい。今これ音声も GH3 にしてますよ。レンズの音。全く聞こえないの分かります?いきますよ。僕何もしてないよ。いきなりムービーからのあれになっちゃったけど。はい。後ろのボケミとか見てください。向こうに僕が今使ってるキャノンのあれ見えますよね。で、これ。どこまで寄れるかというと、ここです。この辺まで寄れます。すごいよね、これね。もうわけわかんないけども。これ、静江さん撮ると、ここまで寄れます。これ最大。今マニュアルでやってるので、これが最高に寄れるところです。引くとこんな具合。はい、素晴らしいです。はっきり言って素晴らしいでございます。これね、こっちから見た GH3 にオリンパスのレンズをつけた絵と普段僕が撮っているこのキャノンの絵、どうですか？そんなに変わんないでしょ。いいね。僕これだったら全然許せる。意外とね、僕ね、文句多いんですよ、映像。今までビデオカメラとか買ったけど、いやビデオカメラはなんかビデオカメラの絵になってるとか言ってさ、なんか文句があったんだけど、これは綺麗。ほら、こんなのとかね、素晴らしいでございますよ。これじゃあちょっと自分も撮っちゃおうか。自分の方向けると、はい、こんな声、素敵です。もうほとんどねキャノンと変わんないぐらい。これオートフォーカスしてますからね、今音鳴らないからね。だからこれに外付けでマイクとかつけてこう話したりしなくていいの。これは便利だわ。なんで今まで俺 GH3 使ってなかったのっていう。瀬戸康史の動画。ということで、いきなり動画からね、撮っちゃいましたけれども、ちなみに今撮っていたのは MP4 の30コマです。ビットレートは 20Mbps ということで、一番軽い部類の、ものです。AVCHD、MOV、MP4 で撮れるんですけれども、AVCHD はもう、パソコンでちょっと扱いづらいので、やりません。で、MOV で撮ってもいいんですけど、MOV はちょっとビットレートが、最低でも 50Mbps になってしまうので、僕としてはちょっとデータが圧迫されちゃうので、使いたくない。MOV と MP4 とかの比較とかはまたちょっと別の動画やるとして、まあ結論だけ言いますと、MP4 で十分綺麗。YouTube で見る限りはない。という結論です。じゃあちょっと写真撮っていきましょう。なんで今僕間違えたかっていうと、僕 GH3 使うの初めてなんで分かんなかったんだけど、マニュアルモードで僕いつも撮るんだけど、このマニュアルに2つあるんですよね。クリエイティブ動画モードっていう動画の M と写真の M っていうのがあります。この写真の方の M にしてやんないと、写真が撮れない。ただこの普通のマニュアルモードで動画を撮ると、録画した瞬間にちょっと露出が落ちて暗くなっちゃったりとかして、これは動画向きではないです。だから動画をマニュアルで撮るときはちゃんとクリエイティブ動画モードにしなきゃいけないっていうことみたいです。ちょっとそれ最初分かんなかったです。でもね、慣れれば簡単にできます。じゃあちょっと写真撮っていきます。ファインダーで撮っておこうかな。はい、こんな感じ。はい、じゃあゾウさんね、サトちゃん行きましょうかね。はい、サトちゃんね。はい、ジャイコちゃん。はい、でも綺麗だよ。うん、全然
見れないっていう感じは全然ないです。はい、なすびくん、はい、なすびくん、はい、こんな感じですね。ボケがすごい。ちょっとここで撮っていこうかな。ボケ味をね、ちょっと分かっていただくために。これすごいね、これね。こんなボケます。これとこんなぐらい違いますよ。すごいでしょ。今 F2.8 のシャッタースピード60分の1、 ISO200 で固定して撮ってます。で、タッチしてね、オートフォーカスのポイントも変えられるので簡単です。素敵でございますよ。で、この GH3 のこのモニターも有機 EL ですごい滑らかなんですよ。とっても綺麗でございます。じゃあちょっと俺も撮っちゃおうかな。待ってね、こんな感じ、こんな感じね。アップで撮るとこんな具合に撮れちゃいますよ。かっこいいよね。髪も撮っちゃおうか。こんな感じでね、いいんですよ。綺麗、綺麗だよこれ。キャノンのカメラとボタンとかの配置とか、いろいろ違うので最初は戸惑ったんですけど、ちょっとやれば慣れます。うん、綺麗に撮れます。いやー、あとね、これね、さっきも言いましたけど、マクロ、ほぼマクロ 0.6 倍のものすごい寄れるレンズなんですよ。いきますよ、最大まで寄りますよ。うえい、サトちゃん、こんなちっちゃいサトちゃんがこの今使っている魚眼レンズよりも、最大撮影倍率は大きいですから。大きいっていうのはその 35mm 換算でね。静江さんはここまで寄ります。なすびくん、カメラレンズフードが影になっちゃうぐらい凄まじく寄れますこれ。で、一番寄れるのは、望遠の時です。一番望遠の時、 40mm の時に一番寄れます。これです。すごい、すごいですよ。だって商品の紹介するときにこれ1本で引きからもうこんだけ寄りまで全部取れちゃうんだから、これはいいよ。しかも F2.8 同士明るいです。いやー、これ素敵でね。 GH3 の話だけどね、ホワイトバランスのボタンがここについてて、ホワイトバランスすぐ合わせられるのでそれも便利。いやーね、気に入っちゃいました、気に入っちゃいました。これは素晴らしいと思います。